です。たくさんの方々に集まっていただいてありがとうございます。私から、10分少しぐらいで、学生生活について、紹介したいと思います。まず最初にちょっと硬いところで、あと、アドミッションポリシー。どんな人を受け入れるかってことなんですけど、それと同時に、どんな人を育てたいかっていうのが、ここに書いてあります。ちょっと、不足してますが、新しい生命科学を推進する。それから社会に貢献する。それから生命現象全般を広く理解し、関連の研究者たちと議論する。それによって新しい生命科学がどんどん推進する。そういう人を育てたいというのが生命科学研究科の教員の、思いです。で、どんな授業をしているかみたいな話をちょっと最初にします。研究、修士課程に一番最初にやる授業、研究の原点とルールっていうのがあって、スポーツでも何でもやっぱりルールがあります。で、そういうのを、まず最初に皆さんに知っておいていただきたいというのがありますね。で、それから、いろんな、英語のコース、英語で、受ける、英語の講義を受けることもたくさんできます。それで、研究会長がおっしゃってましたけど、本当にいろんな、ものを対象に、ウイルスから微生物、植物、動物、人を含めてですね。で、それを対象にしている先生方が集まっている研究家です。で、やっぱりそういう研究家は他にないと思います。で、だから講義っていうのはものすごい広範囲に広がってるんですけど、それは広い、先ほどのワザミッションポリシーにあったんですけど、広い分野の生命科学を知ってほしいっていうことがあって、そうなってますんで、全部の内容を理解するっていうのは、おそらく、私たちだって不可能なんですけど、でも、それを知っておくってことは、絶対に自分の、専門を極めていく上で重要なんと思ってますので、そういう幅広いことをやってますね。それから、あと、最近よく、皆さん、データサイエンスとかいろいろ耳にすると思うんですけど、統計、それから数理、それからインフォマティクスっていうのは、もう生命科学にとって切り離せないっていうか、それでドライブされている部分がたくさんありますので、そういう新しい分野の教育っていうのも若手の先生を中心に進めています。それ修士課程ですね。で、博士後期課程では、外部講師を呼んだり、に来ていただいたりして、最先端の講義を受ける。それから、あと、キャリアパスっていう講義もあって、学位を取った後にどういうキャリアがあるか、大学、アカデミア、それから国の国権に残って、研究者として行く人もいますし、あと企業で研究者になる人もいますし、それからあと、トランス、あの、なんて言うんでしょう、その、えっと、一般に、その、えー、なんですか、その最先端のサイエンスを一般に正しく伝えるというか、コミュニケーターというかトランスレーターの人もになるような方もいらっしゃいますし、起業してベンチャーの人もいますし、あと弁理士になったりする人も、いろいろいますね。で、そういう人たちを呼んできて、その数はね、年に限りがあるんで、たくさん呼べないんですけど、どんなふうに自分が考えて、どういう進路を取ってきたかというようなことも、紹介してます。してもらってます。あと、やっぱりライフイベントっていうのがやっぱりありますので、そういう、具体的に言えば子育てとかね、そういうことも含めながら、どういうふうに、キャリアを積んできたかということを女性の研究者とかに話したりもしていただいています。これが講義ですね。で、今言いましたけど、コミュニケーションの、やっぱり新しい生命科学を発展させていくには、コミュニケーションが苦手な人もいるし、それはそれでいいんですけど、やっぱりどうしても、例えば論文を書くときに、論文を書いてとこう投稿したら、相手が何かこうレベルでいろいろ、ここはどうだと質問してきましたね。で、そういうことに対してきちんと答えるとか、そういうのもやっぱりコミュニケーションで、そういうスキルを身につけるというのは非常に重要で。で、それを、生命科学には、英語を母国語としている研究者がおられますので、そういう方のトレーニングを受けたり、ディスカッションのトレーニングを受けたり、プレゼンテーションのトレーニングを受けたり、あと、講義をネイティブイングリッシュで聞くことができます。で、これは残念ながらここ2年間はコロナの影響で開催できてないんですけど、
まあ、国際学生セミナーって言って、海外の院生とかポスドクの人、博士研究員に来てもらって、一緒にセミナーをするということもやってたりしますね。で、これは研究家のホームページで検索してくれてたら出てきますけど、まあ、大体修士課程の学生80人ぐらい、1学年いますね。で、進学見ていただくと分かるんですけど、結構な人が進学します。で、博士課程になっていきます。で、あと、留学生が多いっていうのも生命学研究の特徴だと思います。結構いますね、271、留学生います。で、あと、女性もすごく多いですね。もう修士だと半分ぐらいが女性、博士でも4割が女性です。で、あと、まあ、修士を取られても、博士がさっきも言いましたけど、4割ぐらい。あと、まあ、就職化される方もたくさんいます。で、博士になって、最近企業も博士課程の学生たくさん取れるようになってきましたので、まあ、企業に行かれる方もいます。もちろん、アカデミーに残っている人もいますね。で、ここからが、まあ、その博士課程に、まあ、修士課程、博士課程に進学する上での皆さんにとって、もしかしたら少し不安を感じておらっしゃる方がいるかもしれないので、簡単ではありますけど、在学支援奨学金の制度というのを簡単に紹介します。まあ、京大では授業料の免除、それから入学料の免除や猶予というのがあります。これはまあ基本的には経済的な理由ですね。あと、まあ、災害に遭われたりした時なんかに免除を受ける。まあ、全額免除だったり、半額免除だったりします。もちろん審査はありますけれども、受けることが可能です。それからあと、日本学生支援機構奨学金、まあ、ジャソーっていう、皆さん知ってらっしゃると思いますけど、があって、まあ、在学中に支援、奨学金を受けることもできますし、あと、入学が決まった時点で予約することもできます。それから、まあ、家計に急変があった時ですね、あと災害があった時なんかにも支援制度があります。で、第1種と第2種っていうのが奨学金にあって、第1種は利子がないですね。だから利子がなくて、でも利子なく借りることができて、返すときに別に全部いっぺんに返すじゃなくて、分割して利子なしで返せばいい。で、第1種の方は免除制度があって、全額免除になる人、もちろん全員じゃないでしょう、全額免除、もしくは半額免除を受ける可能性があります。で、修士課程だと2年次、まあ、修了年度ですね、博士課程であると3年次に、研究科で審査を行って、まあ、発表のプレゼンテーションしてもらうんですけど、優秀な人を決めて、まあ、何人かをこの日本学生野草に推薦して、で、そこで決まって、まあ、全額免除になる人と半額免除になる人が決まったってことですね。で、最近はちょっとコロナの対応で、まあ、研究ができなかった期間なんかがあるので、少し延長、まあ、3年次じゃなくて4年次でも申請ができるようになったりもしています。それからと博士課程に入学して1年次で内定っていうのもあります。優秀な方に内定しておいて、まあ、全額半額はその時点では決まらないんですけど、まあ、どちらかが受けれるという内定っていうのもあります。第2種の利子で、第1種、まあ、授業料の免除が、まあ、残念ながら取れなかったの、審査を取らなかった場合に、まあ、例えば授業料を払うためにこちらの第1種に加えて第2種を借りるというようなことも可能です。それからあと、博士課程、こっちは今のは修士と博士両方なんですけど、こちらは博士課程学生についてですけど、まあ、学士院と僕らは呼ぶんですけど、学士院の研究に採用されると、M2 の在、M、修士2回の時に申請して認められると、3年間、月20万円です。月20万だからかなりの額です。プラス研究費100何十万かがつきます。で、コンピューター、PC を自分で買ったりをすることもできます。で、あと、まあ、在学中に、在籍中に申請することもできます。その場合は2年間、月20万がもらえるんですね。で、これはまあ基本的に全国どこの大学からでも申請ができるんですけど、まあ、ここが生物系、農学系、医師、薬学系、まあ、これが多分生命科学に入ると思うんですけど、まあ、平均大体20%、DC1、DC2、20%ずつぐらいなんですけど、まあ、生命だと、まあ、その1.5倍の3割ぐらいの方が、これに取ってますね。
革新研究になっています。それからと、残念ながら革新に審査が通らなかった時に、大学院教育支援機構プログラムというのがあって、これはJST という日本科学技術振興機構だったかな、まあ、JST とかがやっているところです。で、やっている支援プログラムで、これはこっちは基本的にほぼ全ての大学がからアプライできるんですけど、こちらは大学によって JST が指定した大学から、が支援を受けていて、まあ、京大はそれに入っています。で、こちらはちょっと額は下がるんですけど、まあ、月に15万円、プラス研究費が40、万ついてたと思います。で、まあ、研究が今先行中のものもありますけど、今のところこれぐらい取ってますね、5割以上ですね。ということで、博士課程学生生命科学研究科で、まあ、日本人に今限っていますけど、6割近い学生がこの、サポート、まあ、給料と言ってもいいと思うんですけど、を受けながら研究をしていることになります。ですので、ぜひとも博士課程に進学考えてほしいと思います。それからあと他にも奨学金の制度があって、基本的には大学を通して奨学金で申請する場合が多いんですけど、そうじゃなくて本人から申請するような制度もあって、とにかく大学のホームページに行けばいろいろ載ってますので、ぜひとも見てみてください。で、まあ、ここからちょっと、卒業生の方の話をしますけど、新しい生命科学を推進してきた大学院様ということで、ここにお写真います。これ司会されている今吉先生ですね。これは後ほど多分少しお話しされると思うんですけど、またです。で、優れた博士論文を提出した若手研究者に贈られる賞というのが、井上研究奨励賞を取られた方、卒業生の方々です。あと、総長賞というのがあって、これも優秀な、良い業績を挙げた方にが対象に表彰されています。生命科学研究科の先輩たちですね。それからと、まあ、大学院生だけじゃなくて、教員でも、京都大学立花賞という女性を対象として、これでもすごい賞なんですけど、を取られた方が何人もいられます。今年も何か内定者が出ているという話を聞いています。それから、あとこれは毎年7月に生命科学研究科で教員が自分の研究内容を研究科の皆さんと、それから学生の皆さんと一般の皆さんに話すというようなイベントがあります。で、去年はこれコロナになってオンラインでやってるんですけど、オンライン、これは少し古い、2019年ですので、この時はまだポスターなんかも含めてやってるんですけど、まあ、去年というか今年度は、まあ、オンライン、ハイブリッドで行ったような様子です。まあ、こんな風にして生命科学研究科では、最初に言いましたアドミッションポリシーですね、新しい生命科学を作っていく研究者を養成したいというのが生命科学研究科の願いで、ぜひとも皆さんに、来ていただいて、できれば博士課程まで進学していただいて、みんなで新しい生命科学を発信したいという思いです。京都での研究生活ですね。ちょっと、なんていうか余談ですけど、これのもうちょっと紙の方で最近、カムカムエヴリバディ見てるかどうか知らないですけど、撮影がよく行われています。ぜひとも皆さん京都に来て、研究生活を私たちと一緒に送ってくれたらと思っています。以上です。